次ね。次は。パパが持ってきたものは新聞とトンカチ、何のためにいるのかな？これはね、新聞はね、お出かけするときにどこに行ったら楽しいかわかるでしょ？お買い物できるんじゃないの？あー、しまったー、しまった。これはね、トンカチはお出かけしたときに悪いやつがいたらこれで戦えるでしょ？だからお買い物できないって言ってんじゃないの？あー、しまったー。パパはいらないもんばっかり集めちゃった。じゃあ、ナナちゃんは何集めたの？しょうがないね。私は、すぐそこにゲーム機があるから。ゲーム機！じゃじゃーん。あー、ゲーム機ね。ゲーム機でーす。ゲーム機ね。ゲーム機はいいね。あと、暇つぶしできるね。ハンカチ。ハンカチね。ハンカチはね、お手手洗った時に拭けるけどね。ハンカチと、あとほら、これ、モフのブレスレ。モフモフはね、枕にしたら気持ちいいけどね。腕時計。時計はね、何時になったかわかるけどね。魔法のステッキ。魔法のステッキは魔法かけられるけどね。お水。お水は水道出なくなったら困るけどね。を持ってきました。あ、いいね、いいね。じゃあ、24時間チャレンジはね、始まるけれども、それは続きの動画で。続きの動画でね。見てください。見てね。ちなみに、こちら置いてた花柄の枕の上も いけます。はーい。それでは、この持ち物は全部、パパが今、そう、この辺に置けるので。はーい。大丈夫です。またね、見たかったら、見てください。この、花柄の枕はこの横に置いておきますね。はーい。この上もぜひやってみてください。ぜひぜひね。それじゃあね、またね。その枕の上にこれ、目に置いておくので。またね。バイバーイ。バイバーイ。動画でね。バイバーイ。